主の久保田です。今回は、質問コメントに対する返答の動画です。ちょっとお知らせしたいことがありまして、で、質問コメントをたくさんいただいてます。で、できるだけですね、その質問に関係する動画に、質問を載せてください。関連するやつにね。でないと、フォアのところでバックの質問されて、じゃあそういうのがこの動画につきましたみたいになっても、なんかわけわかんないんですよね。その、できないことがあったらできない、私の動画を見てできないことがあったら、その、できなかったその動画に、コメントを載せるようにしてくださいね。全然関係ない動画に載せたり、最新のやつに載せたりとか、結構、一番最後に出た動画に、よし、最新の動画にコメントを新しく載せる方いるんですけども、そうじゃなくて、古い動画でも全然構わないんですよね、コメントを載せていただくのは。私の方には必ず、コメントの通知が来ますので、古い動画に、コメントを載せたとしても、私の方に、今、コメントが来ましたよっていうお知らせがあるので、まあ、見落とすことはあんまりないと思います。まあ、他の方は多分そういうの知らないとは思うんですけどね。そういう通知っていうのはもちろん来ないし、まあ、このチャンネルの検索をしても、一番新しいコメントどれかって見ても、わかんないとは思うんですけど、私の方はですね、コメントが来たら必ず通知が来ますので、見落とすことはないと思うので、多分ないと思うので、関連する動画の方に、コメントを打ってくださいね。で、こういう、この動画についての、こういう質問コメントがありましたって言って、こういう返答動画とかを作っていきたいと私は考えているので、その辺よろしくお願いします。で、今回なんですけども、これはですね、おそらく、まあ、フォアハンドに関する、質問コメントだと思います。質問はですね、久保田コーチがおっしゃる二度引きについてですが、手首をこねて、再びラケットヘッドを後方に向けてしまう、コート後方に向けてしまうことを二度引きと私は解釈しています。しかし、スイング時にラケットヘッドが遅れてしまい、後方に取り残されているのは二度引きではないですよね。っていう質問です。要するに、バックスイング完了して、バックスイングが終わった後、振り出して、こっからラケットヘッドが後ろに残ってしまう。これは、二度引きじゃないですよね。こっからこっちに行くのはダメですよね。って、まあ、このことなんですけど、まあ、その通りですね。正解です。わからない方がいると思うんで、わかりやすく説明すると、私はそのラケットフェイス、ラケットヘッドというよりは、ラケットフェイスを見るんですよね。二度引きしてるかどうかっていうの。一番、ラケットは一番後ろに行ったポイントをまず見極めます。それがどこかっていうのをね。まずどこまで引いたかっていうのが、わからないと、二度引きかどうかっていうのはわからないんですよ。例えばラケット引いて、この辺をバックスイング完了というふうに見てしまったら、こっからこっちってだいぶありますよね。こっからスタート切る人いないんで。どの辺が一番バックスイング深かったかっていうのはまず見ます。で、その状態からスタートして、まあ、ここだったり、まあ、クォーターテニスで投げたらこっちの場合もありますよね。いろんな場所があると思うんですけど、立て方も、寝かせ方もいろいろあると思うんですけど、私の場合は、バックスイング完了したところのラケットフェースの場所、位置を見ます。で、その位置から打球方向に向かって、どんどんずーっと進んでいってれば、二度引きはない。ということにしてます。で、その過程で、ラケットヘッドが後ろ向こうが全然関係ないんですね。これ、引いて、逆戻りはしてないですよね。ラケットフェースここにありますよね。引いて、ここにあります。で、ここにまだあります。まだあります。でもラケットこう、手首の位置を見てくださいね。手首の位置はずーっと前行ってますよね。で、打ってる。でもラケットフェースは、逆戻りはしてないですよね。これは二度引きではないです。これももちろん二度引きではないですよ。この、ここからこのままこう行くのも二度引きじゃないけど、
ここでちょっと取り残される、さっきあのコメントであったように取り残されてだけというと、コート後方に向く、こういうのはあっても全然 OK です。ただ間違いはこれですよ。こっからこういって、この後ね、これ見てください。今ラケットとカメラの方向いてますからね。これは二度引きですからね。正しいのはここからこっちです。間違いはこの位置からここを見てるんですよね。この場所ね、この場所ね、ラケットです。今ラケットの、真ん中ここにあります。これ二度引きです。正しいのは、ここからこう行って、ここにありますよね。このままからこっちは OK。こう行って、ここに今ラケットベースの真ん中こうあって、こう行くのは二度引きですからね。正しいのはこっちです。間違いはこっちです。間違った時の特徴としては、この二度弾きがやった直後の振りでものすごく手先に力が入ります。後ろに行ったのを戻す時のこの感じ、このこうギュンと握る感じが出てきます。で、その、ギュンと握る前に必ず緩みがありますからね。でも緩みの方はあんまり意識できないと思うんですよね。緩める方というのはね。でも、その跳ね返りのグッと握る方は、そういうのを意識しながらスイングしてみれば、そういうのがあるかなと思いながら、振ってみたら、あ、握ったっていうのが分かるようになってくると思いますよ。緩めた方は分かりにくいけど、緩めた後の、二度引きの緩めた後の握って力入ったっていう感触は、気がつくようになると思います。気をつけてやってればね。なんか緩いけど、あ、力入った。緩い。で、力入ったっていうふうにね。で、正しい方は、それがないんですよね。だらったらに緩めた感じと、カクンと力が入った感じがないんですよね。ずーっとこのものは、ラケットと右腕が、一方通行、ずーっとだらだら前に行ってるだけなんで、真後ろから見ると、こう行ってるだけなんで、こう行ってるだけなんで、ここでなんかこうガクンと握らないといけないっていうポイントってないんですよね。ずっとまあまあの力で握ってて、で、そのままでずっと終わったっていうのになります。これがこっち後ろに行くと、もういきなりクンと重さがきますね。ものすごくこう握り締めながら当てる感じがあります。で、二度引き長い方はですね、それ、ちょっと分かりにくいかもしれないですよね。よっぽど意識しながらスイングしないと、そのことに気づかないと。もうそれが当たり前になってるのでね。そこで力を入れるもんだと思ってるかもしれないです。でも実際は違いますからね。ずーっと、一定の握った力でずーっと振れるのが OK です。で、それはラケットベースがずーっと前に行ってる場合もあるし、ちょっとラケットフェースがそこに取り残された場合もあります。ただ、これ手首見てください。手首の場所。これちょっと大事なとこですよ。手首の場所見てくださいね。あ、じゃあ、手首の速さだけ見てください。この部分の速さ。この部分の速さね。これずーっと止まってないですよね。手首止まってないの分かります？止まってないの。でも今度じゃあラケットフェース見てくださいね。ラケットフェース。ちょっと止まったように見えませんか？ここで減速しますよね、だいぶ。ちょっと止まったように見えるんだよね。だから私の中では、ここ別にそんなゆっくりやってる気はそんなにしないんです。ラケットは、すごく遅くはなるんですけど、ラケットフェースは遅くなるけど、グリップ側はずっと動き続けてるんですよね。こんな感じでずーっと動き続けてる。だからトンと止まってガツンとかじゃないんですよね。手首止めたらダメですよ。手首の速さをずーっと通りますからね。こういってこっちですからね。こういってこっち、このぐらいの速さですよ、手首って。
で、これをラケットを持ってやると、なんかこの辺やたらゆっくりしたように見えるかもしれないです。こういうラケットレースの置き去りになった感がちょっとあるんでね。でも純粋に手首だけ見るとこの速さがあります。で、勘違いしやすいのは、ラケットがここでちょっと遅くなってるから手を止めるんだって思う人が多いですね。で、手を止めて、なんであんな速くなるんだっていうふうに、勘違いしますよね。ぐるんと回して打つ人なんかはね、こうやって回して打つ人なんかは、なんであそこで腕止めてんだみたいに思うかもしれないです。でも腕動いてるんですよ。そこが見抜けない人は、そういうふうに久保田選手の力は入らないというふうに勘違いします。でも違いますよね。実際手ってずっと動いてますからね。スタート切ったら動いてる。全然止まってないですからね、ここで。でもラケットを持つと止まったように見える。ちょっと減速したように見えますよね。ゆっくりやりすぎてるんじゃないかというふうに、あれで打てないんじゃない、強くは打てないんじゃないかと勘違いします。でも実際それ違います。今まで分かりましたか？だから二度引きする人っていうのは、全然違います。話が違いますからね。二度引きする人は本当に打てないですよね。下まで行って、また後ろ行って戻る人っていうのは、ここから下に行って後ろ行って戻る人っていうのは、もう勢い全部ないですからね。もう逆戻りしてマイナスになってますからね。手も止まってる。ラケットも後ろに行ってる。ここからスタートしたようなもんになるんで、それは力が出ないですよ。これはね。でも実際は違う。それじゃない。ということで、これなかなか重要なとこですね。みんなが間違いやすいとこですね。あと、久保田選手じゃない打ち方をしてる人が、理解できないところですね。今回は以上です。